おはようございます。シーカード田中です。目の目の、新しいのが来ました、ね、これ結構ね11月号ですけど、内容をねまだね、外観しただけなんですが、とっても面白くてですね、で特にあの表紙にも出てますけど、関谷さん、万葉堂の関谷さんへの、インタビューが載ってます。で関谷さん、前宿さんは僕と一緒にオークションを主催してまして、業界の、非常に専門的な書画のオークションを、一緒にやらせていただいてるんですね。でその それに対して平野君って前のサザビーズの、アジアの社長をやってた平野君っていうのが、いるんですけど、平野君が関谷さんにインタビューしててですね、この業界同士の人だからこそ、聞けるすごく面白いインタビューになってて、僕も興味深く拝読いたしました。でちょっと付けたりみたいなところが結構面白くてですね、なんかジャイアント馬場の同級生だそうです、関谷さんは。その話がちょっとつかみの話だけど、それが最後に出てきてですね、でこの中で展覧会のことなんかもちょっと書いてあるんですけど、昭和45年に前宿さんが湯島に行った時代に上司海運 の書道展をやったという写真があるんですけど、この時に、参加しているのが司馬遼太郎、上司海運、それから関谷さんのお父さん、それから須田国太、こういうですね、ものすごくなんていうかな、やっぱりこう一つの生涯に対して非常に熱い時代、この熱い時代のこのいろんな資産をですね、今の我々が焼きなってるんだなということを、こういう情報を見ると実感いたします。今ね、文学と美術っていうのはこの時代ほど熱くなんていうか接戦がないような気もいたしますけれども、今の時代で文学と美術がもっと熱い接点を持っているような場を我々としても用意していこうと思いますので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。週刊堂のホームページについて紹介しますですね、週刊堂のホームページはこれです。0335693620、 QR コードでホームページに接続できますので、よかったらご覧になってみてください。ありがとうございます。